はい、毎度でーす。クレーガーのアルミですね。赤サビがなくて白サビがあるんで、ちょっと実験をしてみまーす。サビ落とし。ブラストバムをまた1リッター使いますが、今回容器はこれ。で、これをですね、まず縦置きにします。ここに、20リッターぐらいを突っ込むんですけども、その前に、何遍も使ってる、これね、前回の動画でも使いましたけども、あれから20回ぐらい使ってます。はい。入れました。ちょうど真ん中が7割ぐらい浸かるところで、あとは回していけばいいやっていう感じですね。うわぁ、こっちの方がひどいなぁ。ちょっとね、ここの部分がもったいないですよね。このへっこんでる部分とか。なるべく少ない量で濃いめにやった方が、まあ、サビの落とし具合は早いんですけど、これでそうだな、30倍薄めぐらいなので、3日4日経たないと、効果は現れないとは思うんですよね。まあ仕方がない。ちょうどいい入れ物なんか、ありませんからね。まあこれでちょっと、様子を見てみます。前回の使い古しのが、だいたい3割2割ぐらいかな。それにあと水を10、20、30リッターつぎ込んで、で1本追加したので、やっぱ20倍、まあ約30倍薄めですね。これでまあ落ちが悪ければもう1リッター追加するような感じになるとは思います。クレーガーの、アルミホイール、これメッキかな、メッキですね。うわ、ぬるぬるしてるけど、まあこれで様子を見てみまーす。はい、結果発表。抜きました。正月何もやることがないので、こんな感じです。メッキが剥がれてボコってなっちゃったところはもうこれは無理なんですけど、曇ってるところはおおよそ、なんて言うんだろう、サビというか曇りというか、それはトゥルットゥルになりましたね。もうでメッキがで剥げちゃってるのはもう致し方ないですよ。これはアルミなんですかね。鉄かと思ったら、剥がれてるとこが、ちょっと銅が少し出てきてますんで、銅メッキした上に黒メッキなのかなとは思いますが、よくわかりません。これは結構希少なんだよね。よいしょ。もう裏側こんなですから、手でこうやってやるともうボリボリ剥がれてきちゃいますけど。ここはもうしょうがないです。ということでですね、まあアルミの、曇りというかサビというか曇りですね。それは落ちるけど、メッキが浮いちゃったところはもうどうしようもないという実験結果でした。ってことで残り3本を正月に三元日にやって、出品、ヤフオク出品、しまーす。じゃあねー。はい。つうことでですね。もう、アルミなんだけど、びっくりするほど重いです。それを、まあ、ちょっと、ツヤが出たんで、もう、メッキが、クロームメッキが浮いてるところは、もうダメだなということで、まあ、なんて言うんだろう。もう、新たに、
また塗るしかないですね。ペイントするしかないと思います。そのまんまでもいいとは思うんですけどね。で、この実験材料を提供していただいたのは、同じ三浦半島の、トラック乗りのですね、リビエラとかね、乗ってらっしゃる方なんですけども、いただきました。どうもありがとうございます。これをですね、ちょっとヤフオクに出します。売れるのかな?あの状態で。まあ、リペイントする分にはすごくいい商材だと思います。17インチの 8J ですね。インセットが0かな。で、5ケツの127ですね。5ケツの5インチ。クレーガーシリーズ500。うん。とても希少なクレーガーだと思います。ってことで、ブラストバムの、実験結果、アルミは、メッキが剥がれちゃったところはもうどうしようもないということでした。じゃあねー。